が分かりやすくて、うん、細くなったのは実感できたなって思ったんですけど、うん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 、本日はクリニックのナースさんにご協力していただきまして、全身の脂肪吸引のダウンタイムについて詳しくご紹介したいと思います。よろしくお願いしま す。今回今二の腕の脂肪吸引の1ヶ月目の経過なんですけども、もともとウエストと腰の脂肪吸引、そして太ももの脂肪吸引もされた経験があると、はい、でウエストと太ももに関しましては現在大体今3ヶ月目ぐらい、そうなのでダウンタイムの経過をご紹介していきたいと思うんですけども、全身の脂肪吸引、二の腕とかウエストとか太ももとか脂肪吸引検討される方多いと思うんですけども、どの順番でやったらいいのかとか、どの部位がどれぐらい内出血出たり、どの部位がどれぐらいむくんだり、どこの部位が一番早く効果を感じるかってなかなか個人差あると思うんですけども、一つの意見として今回この参考にしていただければと思いますので、はい、紹介していきたいと思います。まず今二の腕のダウンタイム1ヶ月目なんですけども、二の腕はこうやって万歳することができますか？はい、できます。二の腕はやっぱ問題なくて、今太もも3ヶ月目ちょっと経過ご紹介したいんですけど、どれだけめくれそうですか？はい、すごいほっそりしましたよね。でちょっと後ろ回っていただいて、はい、まあ、ここも隙間できて、まあ、すごいいい感じになってるんですね。はい、ありがとうございます。脂肪系の手術って完成期は大体3ヶ月以降なので、3ヶ月ぐらいすると結構遅くなってくるんですけども、それよりも早く1ヶ月目とかでも十分効果を感じる方はいると思うんですね、はい、なので今回二の腕と太ももどっちの方が早く効果を感じるか、そういったことも含めて聞いていければと思います。はい、どうでしたか？二の腕と太ももやってみて、どっちの方がまずじゃあ内出血したかって教えていただけますか？血は両方ともそんなにしてなくて、なんかこう紫っぽい感じは本当に一部分だけで、基本的にはなんかこう黄色っぽい感じですぐ終わるっていう感じでした。なので内出血とかはそんなに目立ってないです、特に二の腕も太もも内出血に関してはあまり差はなかったってことですかね。ダウンタイムの症状の一つとして内出血以外にむくみがあると思うんですけども、むくみに関してはどうですか？二の腕、ウエスト、太もも、どこの部分が一番むくんだとかありました？一番気になったのは二の腕のここの部分が少し気になったかなっていうのと、うんうん、足がちょっと気になったかなってのあるんですけど、うん、スピレック飲んでたので、すぐむくみは引いたかなって思います、はい、むくみを抑える食べ物とかサプリとかっていうのがありますので、むくみ早く治したい方っていうのは少しでも早く治すためにサプリとかを使うのにも一つ手段だと思いますので、はい、ちょっと参考にしてみてください。あとは結構ダウンタイムで辛いって言われるのは、例えば二の腕脂肪吸引の場合は二の腕を上げたりとか、太ももの場合はしゃがんだりとか、そういった日常的な動作になってくると思うんですけども、日常的な動作に関してはどっちの方が辛かったとか、そういったことありました？二の腕はなんか仕事の時に高いものを取る時、腕が上がりづらかったのと、あとは仕事の服の後ろのファスナーが上げたりとか下ろしたりできなくて、ちょっとの間他のスタッフさんにお願いしてもらってました。太ももの場合はどうですか？太ももはズボン履くのがちょっと大変だなと思ったんですけど、ゆっくりやれば自分でできるので大丈夫でした。結果的によく比べられるのは、二の腕と太ももどっちの方が先にやるか迷っている人、どっちの方がダウンタイムが辛いか気になるかというと思うんですけど、ご自身的にはどっちの方が決断的には辛かったですか？辛かったのは二の腕の方が辛かったです、自分で何かするってなった時に、足はゆっくり歩けばいいし、なんかエスカレーターとか他の手段があるけど、二の腕はなんか自分で何かするにしても動かさなきゃいけないから、なんかそのことを考えると二の腕の方が辛かったです。はい、ありがとうございます。一般的には二の腕と太ももの方がやっぱり面積も大きいですし、ついてる脂肪の量も多いですので、太ももはたくさん脂肪が取れる、なのでダウンタイムの方が辛いというふうに心配される方も多いと思うんですけども、人によっては感じ方が違くて、なんか物を取ったりとか、その体の上の方をよく脂肪とかに使う方っていうのは、二の腕の方が逆にダウンタイムを感じやすいとか、そういったふうになってきますので、まあ、そのダウンタイムどっちが辛いかってなかなか比べることは難しいんですけども、一つの参考にしていただければと思います。あとウエストと腰も今回その太ももの脂肪吸引と同時にやったと思うんですけど、ウエストと腰 このダウンタイムに関しては何か辛いとか、逆になんかあんま辛くなかったそういうのってありました？腰ウエストは足と一緒にやったので、なんか足の方がちょっと辛かったのであんまり感じなかったのと、結果は腰ウエストが意外と早く分かりやすくて、
細くなったのを実感できたなと思ったんですけど、うんうん、なんか二の腕と一緒にやった方がいいのか、うん、足と一緒にやった方が良かったのかとか、うん、そっちはちょっとどうなのかなと。はい、ありがとうございます。ウエストと腰も体の中心部分ですので、今回伝えたみたいに太ももと一緒に行うこともできますし、二の腕と背中の脂肪筋と一緒に行うこともできるんですね。だからこれはどっちがいいかっていうことはなくて、どっちでも僕はいいと思ってるんですね。自分がその気になっている部位がもし先に二の腕をやりたいんだったら二の腕と一緒にやってもいいと思うし、せっかくだから太ももと範囲が広くなってしまうんですけども、結構ランタイムを早く終わらしたい、ランタイムを一度で終わらしたいと思っている方は太ももと一緒にやってもいいと思いますので、どっちと一緒にやらないといけないんです。そういった正解はないので、いろんな意見があると思うんですけども、僕はどっちでもいいと思ってます。ただ今お伝えしていただいたみたいに、ウエスト腰っていうのは2週間ぐらい結構細くなったなって感じやすい部位ではあると思うんですね。なので早く効果を望みたいとかそういった方は、ウエスト腰っていうのは結構おすすめ。洋服を着ててもなかなか人にバレない部位じゃないですか。なのでどの季節でも自信を持ってできるのかなと思いますので、こちらも参考にしてみてください。本日はダウンタイムのそれぞれの経過、どんな風に変化していくのかとか、どのぐらいで効果を実感できるのかとか、そういったことをご紹介していただきましたので、一つの意見として参考にしてみてください。また今後の動画で二の腕の脂肪筋の低下とかもご紹介できればと思いますので、こちらも参考にしてみてください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンを押してお願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。